せっかくなんでね、釜の部分で断面の方ね、ちょっとね、皮むいていきますから。全部食べれるの。器用だね。こんな感じになってる。やっぱり少しね、こんな量の釜っていうのは、お腹と釜に非常にシュッとした脂が乗っていくのが本マグロの特徴です。メバチっていうのは、なかなか腹に脂持ちにくいんですよ。どっちかというと背とか、皮の、ね、中トロの部分にどん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 脂が乗っていく魚なので、釜の部分はね、ちょっとね、塩かなんか持ってね、焼いて食べてもらった方が美味しいと思います。でね、腹の脇にあるこの腹すの部分。ここもね、非常に美味しい部分なんです。ここも皮で効いていきます。これがね、マグロのハラス。なかなかね、やっぱマグロのハラスと並ぶ機会ないんですよ、やっぱり。サケとかね、カツオのハラスなんてのはいっぱいおろすんで、出る機会あるんですよ。なかなかマグロのハラスはないんで。せっかくね、解体の機会なんで、もうカマとハラスね、こちらも販売したいと思います。欲しい方いらっしゃいますか？何本？結構いらっしゃいますね。大丈夫ですか？まだお値段言ってないですけど。大丈夫ですか？5000円か。5000円って言われると、ね、1000円下げてしまうので、ね、今日私ね、久々に、まあ、このコロナ禍で、ね、なかなか解体販売もできなかったんで、3年ぶりぐらいに来たと思うんですよ。久々の解体なんで、まあ、お祭りなんで、こういう時は、これだけ儲けてもしょうがないんで、どうしたら100円ぐらいだったら。100円だって。お父さん、目の色変わってますよ。でこちらね、お仕方に100円でお譲りしたいと思うんですけども、100円だって。マグロの釜っていうのは1本から2つしかないんですよ、残念ながら。だからちょっと人数が多いんで、私とじゃんけんして最後まで勝ち残った方に100円でお譲りします。やる。お仕方に手の方上げてもらっていいですか？まあちょっとね、人数多いんでごめんなさい。アイコも負けにします。勝った方に残ってもらって、最初の最後のね、お一人にね、100円でこちらお譲りします。残念ながら負けちゃった方はもう一個ございますので、もうちょっともう一回頑張ってくださいね。じゃあいきますよ。花に入れてね、巻きでいきます。いきます。最初はグー、じゃんけんポン。そこまでグーの方、そしてパーの方はごめんなさい。グーの方、グーの方結構まだいますね。10人以上いますんで、グーの方いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。はっ、パーの方、グーとチョキごめんなさい。パーの方、1、2、3、4、5人いるんでね、もう一回ね、絞りましょうね。ここで全員抜けた時はもう一回5人でやってもらいますね。いきますよ、ごめんなさい、いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。はっ、パーの方、グーとチョキはごめんなさい。パーの方、パーの方はお二人だけでいいですか？お二人だけでいいですか？いませんね、他の方ね。じゃあね、二人になったんで、私やるとこっちも負けたりしちゃうんで、私声だけかけますんで、二人でじゃんけんしてください。いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。あいこでしょ。おー、あ、おめでとうございます。こっちが100円でお譲りしますんで、もう一個ね、釜がございますんで、ね、後ほどね、そちらの方もね、販売しますんでね。先ほどお話しましたね、マグロの味が一番濃い部分です。これちょっと最後にね、販売しますんで、こちらの方で。行かないで。2000円。
二つ目のね、釜の方で外していきますね。2つ目のね、釜の方もね、外していきます。釜で最後にいましたんでね、2つ目の釜は最後の釜です、ね、じゃあこちらも100円で欲しい方いらっしゃいますか。